田淵です。朝はだいたい8時頃に起きます。しばらくはぼーっとします。朝食はだいたいパンが多いです。面倒なので立ったまま食べることがほとんどです。部屋が寒いです。今日はアルバイトに出かけます。職場はすぐそばです。昼休憩です。だいたい近くの公園で食べます。天気も良くてとてもいい休憩を過ごせました。大体7時ごろに家に帰ってきます。
日を食事を済ませてから自分も夕飯を食べます。ほぼ毎日コンビニ弁当です。ナポリタンは少し温めすぎました。シャワーはだいたい10分ぐらいで終わります。在庫の価格改定などをしています。あまり売れないで悩んでいます。YouTube を見ながら寝ちゃいます。